皆さん、こんにちは。モノモースです。今日は、自民党総裁選についてお話ししたいと思います。特に、河野太郎氏は、適材適所を強調し、派閥と長老の介入を否定したことについて、私の意見を述べたいと思います。まず、ニュースの概要です。河野太郎氏は、自民党総裁選への出馬を表明しました。彼は、もし総理大臣になった場合、長老や、キングメーカーと呼ばれる人物の影響力を排除し、適材適所による人事を行うと述べています。また、麻生派を離脱する意向も示しています。 公平な人事を目指すと捉えられますすががここにはいくつかの課題が見えてきますまず、派閥に属しながら総裁選に出るという立場自体が矛盾していると感じます。実際、ニュースのコメントにも総理になれば派閥離脱ではなく、派閥を離脱してから総裁選に臨むべき、という指摘があります。次に、私は河野氏の主張に一定の理解を示しつつも、その実現性には疑問を感じます。特に、政治の現場では派閥の力が大きな影響を持ちます。例えば、過去の総裁選でも派閥の力が決定的な役割を果たしました。 こののののの現実ををを無視しししししてて政治的立場を維持するるは難しいとと言えるでしょう具体例関前首相も派閥の支援を受けながら総理の地位につきましたその一方で、自らの実績や政策をもって評価されるべきだという意見も多いです。これは、この政治家がどのように自己の立場を強化していくかという大きな問題です。さらに、河野氏の矛盾とされる行動についても触れたいと思います。ニュースコメントにもあるように、彼は様々な政策や取り組みで矛盾を抱えています。例えば、マイナンバー制度やコロナワクチン、 自の問題ですこれらの事例をもとに河野氏が果たして自らの主張を貫けるのか疑問が残るところですそうして河野太郎氏の主張には理想が含まれていますがその実現には多くの課題が存在します私はまず現実的なアプローチが必要であり派閥という既存の政治構造を無視するのではなく効率的に活用しつつ改革を進めるべきだと考えます皆さんのご意見もぜひコメント欄でお聞かせください次回もお楽しみにありがとうございました